トラベラーチャンネル、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今回はニュージーランドのゴルフを10倍楽しむコツというテーマでお届けしていきたいと思います。お伝えしますのは旅行会社 JST パッケージツアー担当小田です。よろしくお願いします。今回ですね、このニュージーランドのゴルフということでテーマに挙げましたが、なぜこのニュージーランドのゴルフをテーマに挙げたのかと言いますと、実はですね、ニュージーランドゴルフ天国とも言われておりまして、人口約400万人に対して400以上のゴルフコースがあるということで、世界的に見てもですね、人口に対するゴルフ場の数というのが世界一になっております。ということで、今回はですね、このような目次でお届けしていきたいと思います。まずニュージーランドゴルフの魅力、そして何よりも日本との違い、最後にまとめという順番でお届けしていきます。これからニュージーランド旅行を考えていらっしゃる方、ぜひゴルフもアクティビティの一つとして考えてみてはいかがでしょうか。それでは早速いきたいと思います。まずはニュージーランドゴルフの魅力ということですが、なんといってもグリーンフィーが安いということで、なんとですね、ゴルフ、18ホール回るのにお値打ちな、パブリックコース、公営のコースですとなんと30ドルからということで、上はですね、高級ゴルフコースは約500ドルということで、幅が広いんですね。ですので、気軽にニュージーランドでゴルフを楽しむことができますというのが一つ目です。グリーンフィー、プレー代金が安い。そして2番目ですね、こちら美しいコースの景色ということで、ニュージーランドといえば山、湖、あと海岸線にもゴルフコースがありますので、日本とはちょっと異なった雰囲気でゴルフを味わうことができるというのも人気のポイントの2つ目になっております。そしてですね、3番目、温暖な気候ということで、ニュージーランド、日本と同じように春夏秋冬、四季があります。そして夏はですね、日照時間が長いので1日で36ホール回ることも可能です。また秋にはですね、綺麗な紅葉を見ながらプレーすることもできます。そして、4番目ですね、混雑していないということで、先ほどお話ししました通り、ニュージーランドは人口に対する、ゴルフ場の数が多いということで、混雑していないというのも特徴になります。そして、5番目、カジュアルな服装でプレーすることができますということで、まずはニュージーランドゴルフの魅力というのがこの5点というのをまずは覚えておいてください。それではですね、続きまして日本との違いを見ていきたいと思います。日本との違い、まずはこちらですね、キャディーさんなしのセルフプレーということで、最近日本もですね、キャディーさんなしのゴルフ場も増えてきてはいますが、ニュージーランド基本的にはセルフプレーということで、キャディーさんはつきません。そしてですね、2番目、18ホールスループレーと言いまして、日本ですと、9ホール回った後に昼食ランチで、お食事をして、ビール一杯飲んで、それからまた後半の9ホールといった感じで前半後半というふうに分かれているんですけど、ニュージーランドの場合は18ホールスループレーということで、お昼休憩は取らないんですね。ですので、回る時にですね、軽い軽食を持ってニュージーランド
ゴルフプレーされることをお勧めします。そして、3番目、こちらが乗用カート。乗用カート、日本ですと4人乗りというのが一般的ですが、ニュージーランドは2名乗りになっております。また天候によってはですね、この乗用カート出ない場合は手引きのカート、まあ自分の手でですね、引っ張ってゴルフをするというタイプに変わってきますので、そこが、まあ、日本との大きな違いになってくると思います。そして、4番ですね、4番が、スコアを書く際の、まあ、鉛筆、あとマーカーなどが有料です。日本ですともう当たり前のように鉛筆などは無料でもらえてスコアを書いていくんですけど、ニュージーランドの場合は有料になりますので、まあ、あらかじめ日本から鉛筆持っていかれるといいかなというふうに思います。そしてですね、こちら5番、ゴルフプレーし終わった後にですね、日本ですと温泉、大浴場に浸かって疲れを癒すというのが一般的ですが、ニュージーランドの場合は、そのようなですね、まあ、温泉、銭湯というのがないんですね。で、ないということでシャワーのみになっておりますので、ここが日本との大きな違いになってくるかなというふうに思います。ですので日本出発する前にですね、あらかじめ準備としましては、この鉛筆、また、シューズですね、シューズも土などがついてますと入国の時に、まあ、検疫が非常に厳しいので、土はきれいに落としてからシューズを持っていかれることをお勧めします。それではですね、最後のまとめということで、今までニュージーランドのゴルフの魅力、そして日本との違いというのをご案内をしてまいりました。このニュージーランドのゴルフの魅力というのは、何といっても手軽にプレーすることができるというのがニュージーランドゴルフの魅力になっております。またですね、ゴルフコースの数というのも400以上ありますので、ご自身のレベルに合わせてゴルフのコースを選択するということも可能です。パブリック、まあ、公営のお値打ちなゴルフコースだけではなくてですね、滞在中1回は高級なゴルフコースで、海岸線のゴルフコースでプレーされると、日本とはちょっと違った思い出ができるんではないかなというふうに思います。またゴルフコースですが、レンタカーを借りてですね、特に、まあ、オークランドの場合は、車で約30分圏内にですね、ゴルフコースが、10ほどあります。また南島もですね、クイーンズタウン、クライストチャーチ中心にゴルフコースがありますので、ご自身の旅行のタイプに合わせてぜひ南島なのか、もしくは北島なのかというのを選択されることをお勧めします。それでは今回の動画が少しでも役に立ったよという方は、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。